スポーツ医学スポーツ医学とは、競技スポーツ選手の身体能力の強化、高成績を出すための体の使い方、故障の予防、治療などを取り扱う、総合的な専門医学分野のことを指す。スポーツ医学では、選手本人を中心にして、内科医、外科医、アスレティックトレーナー、理学療法士、作業療法士、柔道整服士、鍼灸師、アンママッサージ施圧士、 コーチなどがチームを構成している。スポーツ医学の起源は、紀元前5世紀の古代イギリシアと古代ローマに遡る。体育は若者の必須要素とされた時代だった。鍛錬と運動コンテストは、この時代に初めて日常生活の一部となった。最初のチームドクターガレノスが、検討士の担当になった頃の起源2世紀までは、医師は負傷者が出た時にだけ関与したのだった。 5世紀には運動選手のケアは専門家たちの仕事になった。彼らはトレーナーコーチであり、食事、理学療法、衛生、管理、及びスポーツに特化した技術のエキスパートだと考えられた。治療法的訓練を最初に用いたのはヒポクラティスの師匠の一人と考えられているヘロディコスである。当時、トレーナーコーチとチームの医師の間に良好な意思疎通。 または信頼関係があったか否かは想像するほかない。しかし明らかなのは当時からスポーツ医学は単に負傷を治療するだけではなくスポーツ選手を指導し調整することも含めた複合的な課題であったということである。こうした体育とのつながりはその後の発展の間失われることはなかった。しかし1928年のサンモリッツで 委員会が集まって、第1回スポーツ医学国際会議が計画されるまでは、スポーツ医学という用語はまだ存在していなかった。スポーツ医学は常に定義することが難しい。なぜなら、単一の専門科目ではなく、ヘルスケアの専門職、研究者、教育者を含めた、幅広い学問にわたる領域であるからだ。スポーツ医学の役割は、単に治療とリハビリだけではなく、 予防も含んでいる。スポーツ医学専門家は、スポーツ医学チームのリーダーである。スポーツ医学チームは、スポーツ選手本人を中心として、スポーツ医学専門家のほか、専門の内科医、外科医、生理学者、運動トレーナー、理学療法士、コーチ、その他の人員で構成される。スポーツ医学の専門家は、本来は、全科療、内科学、救急医学、小児科学、 または、物理療法とリハビリテーションのいずれかに専攻を持つ内科医である。彼らのほとんどは、スポーツ医学に関する公認団体の講座を受け1、内し2年の追加訓練を積む。内科医は、全科医療、内科医学、救急救命医学、または、小児科医学の修了試験に合格したら、スポーツ医学の副専門分野の資格試験を受ける、資格がもらえる。 スポーツ医学専門家の専攻を取る追加フォーラムの中にはスポーツ医学のさらに次の教育もあるしスポーツ医学会に入会することもできる。スポーツ医学は1989年以来アメリカ専門医学委員会により副専門分野として認定されている。現在70以上のスポーツ医学団体が存在し認定されたスポーツ医学専門家は全米でおよそ1000人いる。 カナダのオンタリオ州ロンドンで活動していた JC ケネディは1968年メキシコシティでの夏季オリンピックで彼の娘ルイーズが泳いでいるのを見ていたとき様々な理由により出場するカナダの選手団は適正な資格を持ち十分に組織化された医療団を伴っているべきだという結論に至ったこの信念が彼をカナダスポーツ医学アカデミーの設立へと導いた この団体の主な役割の一つはカナダのスポーツ選手に専門的なケアを提供することであった。そうして1972年に彼は1972年ミュンヘンオリンピックにおいて世界初の真の医療チームの主席医療幹事に任命された。他の諸国もこの例に習い、オリンピック選手に医療チームをつけた。ケネディのビジョンは 世界を旅するカナダの選手に限られてはいなかった。スポーツ医学を行う病院がカナダにまだなかった当時、彼は大学当局を説得し、元レスリング練習室をスポーツ障害クリニックに改装し、1972年に正式にオープンした。カナダで最初のノーチラスの装備は、このクリニックの装備のために集められた資金で買われた。ケネディは、 スポーツ医学の研究への関心を高めてもらうよう活動し、ウェスタン・オンタリオ大学とオンタリオのロンドンはスポーツ医学で知られることとなった。スポーツ界において予防医学的な発想が取り入れられつつある。スポーツ外傷、障害に対して適正な予防プログラムを行わせることにより、足関節捻座、全十字人体損傷などを減らすことができることが明らかになってきた。 障害予防プログラムは、サッカー、バスケットボール、テニス、スキーなどの競技において作成されている。臨床スポーツ医学2008ボリューム25臨時、増刊号、予防としてのスポーツ医学、P2 から3、分行動。ありがとうございます。